お疲れ様です。舞姫大学の特別講義速稼塾の久保でございます。今回はですね、2024年の大予想をしておこうかと思います。その予想は大体3つに分けてになりますね。手短にお話ししようと思います。3つのうち1つ目っていうのが今話題の車業界ですね。ダイハツっていうね、会社があります。すごく伝統のある会社ですけども、こちらの方がね、おそらく、倒産するんではないかなと私は思いますね。倒産もしくは何かしらのトヨタあたりに合併するとかね、とにかくダイハツというブランドはなくなるか、維持しながらも、今の独立したダイハツという形じゃなくなるのかなと思います。というのがね、今ダイハツっていうのは全ての車種において出荷を停止してるんですよ。さらに工場も全て今稼働停止です。日本国内にある工場全て稼働停止ね。大型の不正が30年にもわたって行われていたことが分かったからなんですよね。ここには問題が2つあります。もちろん不正を30年続けていたということもあるんですけども、もう一つはですね、この不正を告発した人がいるってことなんですよ。で、この告発っていうのがね、他の部分にも波及して、実はこんな悪いことをしてましたみたいなことがポロ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 出てくるんではないかなと思います。そういった形でね、ダイハツっていうのはものすごくこれから浮かび上がれないような逆風に入ってくるんではなかろうかと思いますね。で、当然退職者も続出します。もちろん希望して退職するわけではありません。工場が操業停止ということは当然ですけども、その工場で働く人のやっぱり将来や当面のお給料っていうのもね、やっぱ人の生活ですからものすごく行き詰まることになってしまいますんで、早急に転職先を探すってことになると思うんですよ。ところがね、ビッグモーターっていう会社の問題もありまして、そちらの方でも離職者が進んで、車業界の今ね、転職が進んでるわけなんですよね。でもやっぱり問題のあった会社の元社員を採用したいところっていうのはないわけですよ。で、プラスアルファダイハツって会社が今回そこに追っかぶさってくるわけですよね。そうなると車関連で小さな会社を起業していくっていう流れは起きると思うんですけども、ただね、そういうふうにできるのはたった一部の人だけなんですよね。例えばダイハツ、ビッグモーターのそれぞれの会社の人が営業部とかね、それからエンジニアとかね、経理とかっていうので、大体3人ぐらいまとまってチームになれば、創業はスタートすることができるんじゃないかなということがありますけども、ただ今度はね、車に関する不信とか、あとそもそも車をもうね、手放そうかって人が多い中でね、こんな不祥事が続いてしまったら、もうこれ車の時代も終わるんじゃないかなと思うんですよ。かつて人っていうのは電車を移動の手段にしてました。そしてもっと小回りが利くものとしてバスがありましたよね。で、タクシーを使うこともありました。で、それぞれ道路が整備されて、そして所得が上がってきた時代に、私たちは一人一台というね、車の時代になってきたわけです。その時代ってのは実はそんなに長くなくって、高度経済成長期の昭和30年から昭和の60年、平成の一桁台ぐらいの時だったかと思います。そのあたりからだいぶね、車離れっていうのが進んで、最近ではベテランドライバーさんもね、免許の返納とかっていうのが始まって、どんどん人は運転する機会を減らしてるわけなんですよ。で、今車は所有してるけども、ガソリン代が高くってもう車を運転しなくなっちゃいましたよみたいなね、もう駐車場に置いてるだけみたいな方もいらっしゃると思うんですよね。そういった形でこれを機会に車を手放す方っていうのはだんだん出てくるのかなと思いますよね。そんな感じでね、ダイハツって会社はちょっと苦しくなるんじゃないかなと、ひょっとしたら倒産までありえるんじゃないかなと思います。今私の知り合いの中古車販売店でもですね、ダイハツの車に関してはもうローンが通らなくなってきてるらしいです。で、そうなるとローンが通らない審判会社が出てくると、他の審判会社もね、やっぱり横へ習いになるのが、いつもの形ですからね。そうなってくるとますますダイハツっていう車は売れにくくなってきて、そのブランドってのはね、徐々に消えていくんではなかろうかと思いますね。いや、それにしてもね、車業界問題多いですね。トヨタはね、相変わらず王者として君臨してるんですけども、例えば日産のね、カルロス・ゴーンさんの問題も別に片付いてませんしね、社内の不正ってのもものすごく揉み消されてるようです。それから車業界ね、ダイハツの問題もありましたけども、販売店が車を受注してお金を受け取ってね、で、
車、現物を渡さないみたいなこともね、続出しますしね、うん、そういったこともあって車に対する不信というのはこれからもどん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 募っていくんではなかろうかと思います、はい、で、あと2つね、うん、あと2つあるんですけども、それはあの紙幣が変わるってことと、あとはもう1つ国際問題です。それについては別の動画でお話ししようかと思いますので、一旦ここで終わりにしたいと思います。それでは。